ダース・アレクセイビチ・ベーダーは、ウクライナの政治活動家、ウクライナインターネット等の副党首。本名は、ビクトル・オレクシー・オビチ・シェウチェンコだが、本人は別人であると主張している。スター・ウォーズシリーズのダース・ベーダーに紛争して2014年、ウクライナ大統領選挙に立候補を試みて、拒否されたことで注目を集めた。白、ロシア・ソビエト社会主義共和国、ホメリシュー・カルイバに出身。 高校卒業後に、ウクライナソビエト社会主義共和国キーフに移住し、国立食品技術大学で電気技師として働く。オデッサでは、麻薬密売や違法従者の撲滅運動や、台風被害を受けた街の瓦礫撤去作業などに参加した。この頃からすでに、ダース・ベーダーの紛争をして活動していた。2012年ウクライナ最高議会選挙に立候補を試みるが、 ウクライナ選挙管理委員会に立候補を拒否されている。立候補を拒否された際に、ベーダーは以下のようなコメントを残している。選挙管理委員会の人間はヘルメットを脱がなければ君の身分証明ができず、立候補を受け付けられないという。しかし、私がヘルメットを脱げば死んでしまうことは誰でも知っている。私はこのことを選挙管理委員会の人間に説明したが、 彼らは全くの文網で説明を理解することがなかった。2014年3月29日、2014年、ウクライナ大統領選挙に、ウクライナインターネット等から出馬することを表明し、250万フリブニアの立候補登録料を支払った。立候補の際には、ダース・ベイダーと記載されたパスポートを、身分証明として提出している。しかし、一週間後の4月3日に、 中央選挙管理委員会は、ベーダーの所得証明書類や等からの公認手続き、解明手続きの不備、そして有名キャラクターの名を使用することによる有権者の意思形成への影響を理由として、ベーダーの立候補届を拒否した。また、登録名が映画のキャラクターという点も、ウクライナの大統領選を茶番に仕立て上げようとする者がいるとして、 中央選挙管理委員会の不評を買った。ベーダーとウクライナインターネット等は決定を不服として行政裁判所に提訴したが4月12日に訴えは退けられている。大統領選挙への出馬が不可能となったベーダーは大統領選挙と同日に実施されたキエフ市長選挙とオデッサ市長選挙に出馬したがいずれも落選している。また、 ロシアはすでに緑の小人たちに蹂躙されている。私のような最高司令官こそぴったりだと述べ、2018年に実施されるロシア大統領選挙への立候補を示唆している。ダース・ベイダーとしてのキャラクターを意識した政策を掲げている。ウクライナインターネット党は2014年ウクライナ最高議会選挙でダース・ビクトロビチ、ベイダー、インペラトール・ビクトロビチ、 パルパティーン、ステパン・ムイハイロビチ・チューバッカ、パドメ・ムイコライブナ、アミダラ、マスター・ボロディ・ムイロビチ・ヨーダラ17人の候補者を、擁立するが0.36%の得票しか、得られず、5%条項を満たすことができなかったため、議席を得ることができなかった。2015年10月に実施された2015年、ウクライナ統一地方選挙では小政党、 ダース・ベイダー等から44人のダース・ベイダーが立候補した。オデッサ市議会議員選挙では、ダース・ニコライビチ・ベイダー、ハリコフ市長選挙には、ダース・オリガビチ・ベイダーを名乗る人物が、それぞれ立候補している。これらのダース・ベイダー候補はいずれも落選しているが、ドミトリー・パルパティーンを名乗る、立候補者が54.4%の得票を獲得し、オデッサ市議会議員に当選している。 ありがとうございます。